ーズジュニアの7人組ユニット、インパクターズのメンバー全員が25日をもって、ジャニーズ事務所を退所することが発表になった。昨週、退所を決断する引き金となった出来事が起きていた。2020年結成のインパクターズはジャニーズ事務所前副社長の滝沢秀明氏が命名したグループ。メンバーの佐藤慎は大ヒットドラマ、サイル、NT、フジテレビ系にも出演していた。グループの後ろ盾となっていた滝沢氏は昨年10月末に退任。グループも決断を迫られたのだが、その直前にジム・トロに対して不信感を抱くことがあったという。メンバーの一人がレギュラー出演する地方のローカル番組にメンバー全員が呼ばれたことがあったのです。芸能関係者そこでは普通に番組の企画に参加して終わったのだが、実は本来の目的は違った。わざわざ全員を集めた当初の理由は単独コンサートの開催を発表するためだったのです。ただ単独コンサートそのものが直前に白紙になってしまいました。同メンバーには正式に知らされていなかったそうだが、この一件は耳に入っていた。白紙になったことをメンバーも不思議に思っていたところ、発表されたのが、タッキーの退社。タッキーがいないジャニーズでは、自分たちの先はない。デビューできないと判断したのでしょう。同、グループ全員での退社はジャニーズでは珍しい。退社後は、滝沢氏と合流するのではないか、と言われているが、果たしてどうなるか。